いやいや天下さん、なんかね、うん、宮崎ツアーのね、はい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 、打ち上げを収録すると言うてね、あなたもドキュメンタリー落語であなたがモノマネされたことを憤慨しつつ、なんでそんなモノマネをするんだと言うて、僕がいろいろこうドキュメンタリー落語論みたいなものをね、うん、ちょっと喋ってしまいましたが、はいはいはい、はい、なんとなくあなたがそのモノマネされたことを憤慨してるのがだんだん緩和されてきたような気もします勝手にはそう思いになって結構でございますけれど、あなたの、まあ、ウィルキンソンのチューハイをね、はいはいはい、刺激強めって書いたの飲んでます。そうですよ、これ兄さんが美味しいっつって買ったんですけど、これ飲みやすくないですか。まあそうですね、やっぱ炭酸好きですんでね、うんうん、ね、これまああなたでも今回それこそ僕は、うん、もう僕のことは僕はもう語り尽くしましたよ、はいはい、まあ、つまりあなたがドキュメンタリー落語というものを、うん、まあね、気に入ってもらって、はいはいはい、そして一緒のツアーに来て、その作ってる光景も見たという、はいはいはい、逆にまあ、あなた自身がどういうふうに今回ね思ったのかっていうのね、もうあなたもその謎めいた男みたいになってますけど本当にもう一切もう神秘性とか全くない、はいはい、ですからね、もうなんかどんどんこう言っていった方がいいと思うんですけど。ああ、なるほどなるほど、はいはいはい、まあその全体を通してね、はい、そうですね、思ったことと、まあいろいろあるんですけれど、はいはいはい、まあ明るい話になるべくね、これはね、もうね、ああなるほどね、暗い話溜まってますか、まあ、暗い話はもうどんな状況にもつきまといますから、これは、まあ、明るい話でね明るい目の話で、うん、はいはいはい、そうですね、今言おうとしたことが全部暗いのでどうしようかなってちょっと思っておりますけれどもね、はい、いやまあでも何でもいいですよ、なんかちょっと印象的だったもんね、この印象的だったのは、うん、なんていうか、まあ、またドキュラクの話に戻って申し訳ないんですけど、はいはいはい、驚いたのは、うんうんうん、まあなんか、いろんなとこ行って、はい、車の中に戻ってきました。おうおうおう、戻ってきた瞬間にその兄さんが、うん、口癖のように言うんですけど、口癖のように何か言いました、ね、うん、なんかあったことでね、うん、あ、これドキュラクできますねってこうね、おう、ドヤ顔で言う、あ、ドヤ顔で言う、おう、まあドヤ顔はまあね、いいんですけど、まあ、前座の時からですからね、うん、でも一方で僕は、うん、えって思うんですよ、はいはいはい、できますか今のでと、うんうん、その辺はねちょっとね、なんていうか、まあドキュラクをずっと作ってるからなんでしょうけれども、うんうんうん、なるほどすごいなと思って、あ、まさかそれがなるとはなるとはということが多々ありましたね、うん、はいはいはい、で実際にその袖でネタを聞いて、うん、ああなるほどねこういうことなのかと、うんうんうん、実際そのなんていうんですか現場ではね、はいはい、ね、10秒に満たないようなことをね講座の上で 2,3 分かけてこう話しているというのはね、まあさすがだなと、まあこれは ね、 ね、もうね、あと100人ぐらいに評価されないというもうそれはもうねこれ評価されてほしいですけどね、まあそうですね、でもこうどうでしたか、この7本、まあ、結果的にね作っていただきました、まあ、さっきほらちょっと間違えてましたけど6本じゃないですよ、さっきね講座の上でね、うん、まあ、それも上がるわけでしょ、音源が、いやもうね、うん、連続で作りすぎて何本目か分からなくなってぐちゃぐちゃになってる、日付すら間違ってましたからね、日付変更線がもうよう分からない、10月29日の6本目って言ったらね、うん、今日じゃないですから昨日のことですから7本目やったよね、7本目です、10月30日の7本目ですから、それが分からなくなってもういろいろと間違ってますからね、固有名詞もちょっといろいろと間違ってますから、うん、その辺ちょっと訂正をしつつのあれですけれども、7本中どうですか、こう出来上がったネタで結果的にもう一回こうこれはできるんじゃないかなと、東京でもいけるんじゃないかと、例えばそのね1本目にあったネタというのはまさに宮崎ついてからの観光のネタですよね、これはね他の会場でもやってましたもんね、つまり初日にやってその後他の会場でも、ちょっと待って、何今の、え、何がですか、何ですか今の、え、何ですか今の、平行じゃない、え、
正直に言うかこれ。え、結構言ったよ。今ちょっと結構いいわ、大事なところなのさ。あ、はいはいはい。まあ音がしたからいいか。いいですよ、いいですよ。ほんと車内で音せずに出した後に、うん、もうかなりもう死ぬかと思いました。いい音したでしょ、もうなんか、うん、全部それ持ってかれるから嫌なんだよ、本当に。今は音いらない場面ですけどね。あ、そうですか。まあ、なんでそんな、いやいや、その初日何でしたっけ、初日の話何でしたっけ。まあそれ流れますよね、あんだけね。ですんで、まあその初日に作ったネタを結果的には、うん、初日以外で3カ所やったんじゃないですかね。3カ所やったのかな。うん、やってますよね。やった今日もやったし。いやでね、なんでかというと、うん、あれがね、やっぱ一番宮崎の人が聞いたら、あ、そうやね、宮崎ってそうやねってこと。宮崎自体が要するにギャグにテーマになってますでしょ。うん、宮崎という、ま、都市に翻弄される俺という、うん、まあね、宮崎対原翔みたいなさ、うん、そういう構図がやっぱり、まあ、受けたんでしょうね、その分かりやすい構図が、ね、やっぱりこう受けるなっていう場面がね、うん、多々ありますからね。あれはネタはね、やっぱりね、あれはだから今後宮崎に来たらやっぱりやりたいと思いますし、うん、違う地方でも、うん、違う地方でも東京でもあれ一回やっぱり試してみたい、うん、ちょっとやってみてほしいですね、うん、果たしてこれを宮崎の人じゃない人が見ても楽しめるのかっていう、うん、いや、うん、ける気がします、ね、うん、ある種僕はでもあの秘密の県民賞という番組と一緒で、はいはいはい、へえ、宮崎ってそうなんだっていう観光ガイドブック的な見方もできるじゃないですか、うん、あれって、はい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 、だからまあ、うん、もしかしたら、まあ、楽しめるかもしれないというか、まあ、やってみないわからないですけどもまあ、すいませんけどちょっと聞きますけど、はいはいはい、電車の中でね、まあ、うちら汽車って言いますけど、ディーゼル車なので、うん、汽車って言いますが、整理券をお取りくださいっていうのをね、はいはい、あれ5枚取ったっていうのはあれマジなんですか。マジです。なんでかっていうと、整理券を取りください、整理券を取りください、整理券言われるのよ、うん、でピュッて取ったらまた言われるから、え、これなんで取らなあかんねんって。音声がまた出てくるからってこと。そう、はい、あ、そうなんよ。取ったらさ、制限とかでピュッて取ったら止まるかと思うのよ、こっちは。ずっと言い続けてるから、え、これなんでこれ取らなあかんねんって。これ、後ろの人のことを思って言ってるわけでしょ、つまり。でも誰もおらへんの、人。俺しかおらへんから、俺が一人で整理券を5、6枚取り続けなあかん。俺、本当かなと思って聞いてたんだけど。あそこ、ずっと。マジかと。そうですよ。アリーナ自身の面白みもそこに出てんだよね、うん、あの天然な天然、そうそうところがね。そうそう、だからじゃないと、いくらなんても3回さ電車乗り間違えないし、乗り間違えないし、うん、僕だから本当にね、うん、多分ね、うん、なんかね、違うことに集中してる、うん、そういう時って、うん、なるほど、ね、だから電車も乗り間違えたりするんだと思うけど、うん、よくあるんですよ。だからそれこそ今回も思ったけどさ、うんうん、めくりを一回も返してないからね。一回も返してない。一回も座布団も返してないしね。うん、で、一回だけ、あ、忘れたって返した思ったら、もうすでに天下になってたのに、原翔に返してもらったから、ね。びっくりしたもん。邪魔や、本当に。で、最後、あれあれ寄せでは追い出し湯を流しますけど。追い出し大根。あれも一回も流れてないですかね。あれ、はい、もう流れてないから。あれも流れてないですよね。僕が最後で、はい、トイレを終えた後に、はい、出たのがね、まあ分かんないかもしれないです、中の舞って言ってね。何かっていうとね、新進打ちが鳥で上がる時の音楽ですからね。あ、太鼓難しいやつやろね。そう、決まり手、ちゃんと手が決まる。この後誰が出てくるのか、誰も出てこないんだろうね。まあね、なってりゃ分かんねえだろうっていうね。だからあれだけど、そう、例えばそのなんかね、うん、もうやり慣れてるネタをやるっていう状況であれば、うん、多分なんかもうほら、そのめくり返すとかっていう意識はすごいもちろんあるんやろうけど、座布団返すとか、もう特に今回は、うん、もちろんまあそう、これはね、まあ、うん、そもそもなんでかというと、ほら、あんまり誰かと二人会とかそんなせえへんやんか、俺。いやね、だから、ね、座布団返すっていう感覚がもう遠のいてるんですよ。まあね、前座の時はしょっちゅうやったけど、うん、もうだんだんその感覚が遠のいてるんですよ、うん、めくりを返すとか、うんうん、で今回2人やからもちろんこれが座布団返す、うん、自分らでやらなあかんねんけど、うん、
やっぱり新ネタやらなあかんっていう、まあ、プレッシャーね、まあ、プレッシャーはもちろんですけど、やっぱりね、人間ってそのやっぱりなんて一個に集中してると他忘れんのよね。これでも誰でもそうだと思いますね、うん、一個に集中してると。で、まあ、ですから兄さんが、まあ、うん、その熱演の後でね、うん、あのめくりを返し忘れてる、うん、ましてあの出囃子の音楽、僕が出てきたら、はいはい、頭下げたらね、はい、ずーっとフェードアウトしてくれない、うん、してくれない、あのミュージカルやと思ってたから本当にさ、もう早速鼻をファンファン噛むことに必死で、はいはいはい、こっちをあの止めてください止めてくださいもなかなか届かない、はいはいはい、やっぱりで一番きついのはやっぱ座布団ですよね。座布団アニさんのこう熱演の後なので、はい、あの何ですか、もう汗がもう汗なのか、うん、唾なのか、うん、よくわからない液体が、まあ、あのいわゆるよくニュースで、ね、あのニュースキャスターが言うあの、うん、はい、体液です。体液男は体液をかけて逃走しましたというですね。発情してたのかと、はい、あの興奮で体液ですね。まあしかしそのね、まあ、しょうがないからあのお客さんにこう見せてね、体液、ちょっと自分でごめんなさいね、こういうのがあるからね、うん、ひっくり返しますって、ね、うん、驚きましたね、はいはい、あの量が多すぎて後ろにも映っているっていうね返しても意味ねえじゃねえかと。え、マジですか？何なんだこの人はと。座布団をひっくり返したのに体液ついてるんですか？マジっすよ。これ串間公園でそうでしたから。マジで、ええ、裏返してもこうですよみたいなんで、それでまたお客さん笑ってくれましたんで。え、なんもうあのポタ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 この、まあね、要するに座布団の要するに下そこに染みていってるんで、染みてって 雨漏りみたいに、すごい。多分ね、膝だと思いますね。あの、はい、まあ、これはすごいことだなと。やっぱその熱量もね、やっぱちょっと改めて見習いたいな。だけどその熱量ってさ、例えば今回天下古典やってたけどさ、多分あの、うん、例えばゴンスケ魚にしても、はいはいはい、初めてあのゴンスケ魚を初めてやった日って、うん、多分すごい熱量やったと思うよ俺。それでその後2回3回はやっぱり熱量すごかったと思うけど、うん、もうある程度あここで受けるな受けへんなとかっていうので分かってくると、うん、その熱量なくなるからね自然とね、うん、そこが一番怖いとこですよね、うん、それは絶対そうなんですよ、うん、だけど俺今回は俺はもう完全にもうその時起こったことを落語にうわーっとまとめて一気にやるから、うん、ここで熱量なかったらおかしい。いやまあね、熱量がないとやれないね。それはやっぱりお客様に楽しんでもらおうっていう熱量ですか？お客様に楽しんでもらおう、それではなくてやっぱこういう面白いことがあったんですよって伝えたいっていう熱量、うん、お客様に楽しんでもらおうと思うことが結局、うん、こういうことがあったんですよっていう熱量につながってくるんだけど、うん、なんというかな、なんかいやちょっとこれ本当にね自分ではなんか分からへんねんけど、うまく説明できないところ、兄さんらしさで片付けちゃうとあれですけどね、うん、なんていうかな、もう全部裸になりたいみたいなところなんですよね。もう俺のこの中にあるもの全部見せたいっていう、あのなんか俺は芸人はもうあの恥をかくエンターテイナーというかさいう感じがするから、あ、うん、あのかっこいいっていう部分が出てしまったら違うかなと思って。あ、なるほどね、うん、もう恥をかくということがエンターテイメントっていうか、その考えは根本にあるわけですね。あるある、大いに恥をかきたいというか、それがすごいな。だって目の前で情けないやつとか間抜けないやつ見たら笑ってしまうから、でも目の前でかっこいいやつ見たって笑えないわけで、だからもうどれだけ恥かいたかっていうことを伝えたいし、目の前で恥をかききりたいというか出し切りたいんですよ。そしたら笑ってしまうかなと思うんでね、見てる方はね。一方ででもその構成をちゃんと考えて、うん、まあ、やっぱり、まあ、講座の上で弾けるっていうね、うん、あのまあ素直に見習いたいなと思ったら、やっぱ宮崎のことをあれだけ語れたと、うん、あのまあ来てね、いつか6日7日の人が、はいはい、だからこれは僕としてはね、うん、まあいい刺激ですね。
僕はそこまで宮崎のこと語れないですからね、うん、まあそれはまあある種そこ住んでるそこで育ったからもあるので、まあ、まあ天下もじゃあ違う地方に行った時に実際そういうふうにあのやってみたらいいんじゃないですか、一回試しにね、ちょっとね、なんかいろいろね試してみたいというか、まあ、また時間来ました、ありがとうございました。